こんばんは。改めましてミスレッドシアターという、5人組のガールズバンドです。よろしくお願いします。今日は、リュウメイさんの企画の、待ちに待ったイベントのファイナルだよね。ツアーファイナルということで、初めて出させていただくんですけど、楽しみにしてました。今日はお客さんも日曜日だから顔がなんか明るく見えます。お休みだからね、楽しんで帰ってください。では、ちょっとうちのバンドの話になったんですけども、ミスレッドシアター、先月ワンマンライブを、トーストワンマンライブをやりますって、ベースの、まさこが脱退しました。それで、新しく入った加入したメンバーが、ベースのかのちゃんです。これから今日初舞台で多分すごく緊張した感じだと思うんですけど、はい、これからはかのちゃんと、本メンバーは前の3人でやっていきたいと思うので、気に入ってくれた人はまた物販の方に来てください。今日はすごい雨じゃないけどあれだね、珍しいライブっていう感じだよね。じゃあコロちゃんからいつもこんな感じなんですけど、コロちゃんから、物販のご案内があります。ただいまご紹介に預かりましたコロでございます。今日はですね、ワンマンの時に、発売しましたシングルを持ってきました。これはかのちゃんが弾いてくれて2曲入りで1000円で物販で売ってるのでぜひ遊びに来てください。1000万円じゃなかったっけ。なんかね、それも飽きたかなと思ってはい。で、あとライブが12月の22日にもう一度、吉祥寺のクレッシェンド、ここで決まってます。今日、メタルのイベントなのでメタルの人が多いと思うんですよね。一応メタルくくりで最初オープニングで出させていただいてます。はい、なので、また次のイベントもよかったら遊びに来てください。はい、 OK。 では